改めまして、こんばんは、高橋保です。PS5 でゲーム実況。さっき一回やったんですけど、ちょっといろいろミスりまして、仕切り直して、バインディングナイトメア、さっき PS5 じゃねえや、フォールガイズやってたんですけど、フォールガイズもちょっとやりすぎた感じがあったな。ネバーエンディングナイトメア。前から気になってたホラーゲームですね。やってみようと思います。なんかこう、実際の、なんか病気をモチーフに作ったみたいな話はうっすら聞いてるんですけど、やったことは一切ないです。なんでこの年末の12月も今日もう22ですよ。なんでこんな怖いゲームやってるんだって言われたら、そりゃ、やりたいからやってますとしか言いようがないですね。なんでやってんだろう。はいはい。じゃあ、早速、ゲーム本編、いきますか？いっちゃいます。よし、レッツゴー。はあ、まあ、プライでしょうね。走る。PS4 やんけ。まあ、それしょうがないかな。打て方違う。調べる。移動の走る。ポーズ。コントロール。これ、オントロールに見えるの僕だけですか？オントロール。うわ、びっくりした。血出てるよ。あらあら。刺されてんじゃん。あ、起きた。うん。あ、もう動いてる。なんかあれですよね。パッと見た感じっていうか、一番最初見たときなんかこう、エドワード・ゴーリーっぽいなって思ったんですよね。遅いな。こう、線がこう、さささささという感じは、ちょっとゴーリーチックな感じありますよね。色のついたオブジェクトは調べれるって書いてあったんですね。こっちは何もないのかしら。ない。これ部屋暗いのかな？暗いってことだよね、この表現は。このランタンが明るく照らしてるところだけは、線がシャシャシャって入ってない。ってことは、暗いっていうこと。どんな絵飾ってんの？何ですかこれは。これは何ですか？汚い男が、石投げられてるのかな？それとも石集めてるのかな？これ俺のだから、持ってかないでくれみたいなこと言ってる絵かな。後ろは？鷹かな？うん。もうとにかくもう何も考えないでやっちゃおう。うん。バスルームですね。なんもないね、色ついてるもの。動きゆっくりだな。まあでもこんなもんか。こんなもんじゃないよ。もうちょい歩くの早いよな、普通。なんちゅう絵飾ってんのこの家。死刑のところ？殺し刑？と、ヒゲのおじさん？と、これ僕に被ってて見えないけど、壺の絵かな？壺ですね。と、顔の見えない女の人と。ずいぶんいい趣味してらっしゃいますよ、この家。この家の住人は。落ちた絵は調べてくれと言わんばかり。みたいな顔してますね。まあいいか。これ、こんなとこにさ、これ、ろうそく置いといたら危ないよね。棚と本に火つくじゃん。どう考えたってさ。英語か。英語じゃないし。読めないよ、これ。何語これ。何語なんだろうこれ、ラテン語とかなのかな、全然読めないわ。真ん中の赤いしおり的なやつは何も選べないのかな。じゃあ全く意味がわかんないですね。これさ、色のついたオブジェクトだけ調べれるんでしょ？僕ずっと色ついてるから調べれるみたいになっちゃってるんだよな。何の絵だ？わかんない。いやー、いい趣味してますわ、本当に。っていうか、寝室何個あんのこの家。これ誰かいいんじゃないのこれ。これさ、ほら、誰かいたんだよ。自分が邪魔で見えないんだよ。あ、走れた。そっか、走るって書いてあったもんな。もうなんか、見てなかった、正直。カラスかなんかぶつかったのかな。走る操作に夢中で見てなかったわ。あんま走りすぎるとこれ疲れて、バテんのかな。ひき肉、何のひき肉作ったの？趣味悪っ。これ、調べれるわけじゃないんだ。あ、調べれる。何これ。キモ。いや、もういいって。あ、外だ。ちょっと、どういうこと？玄関でひき肉作ってたの？勝手口か。ゆっくりゆっくり降りていきますよ。何かが起こりそうな気がするな。これね、何も起こんなかったらゲームじゃないですもんね。墓地ですな。アレクサンダー・ブルース。あ、アレクサが反応したよ。アレクサンダーっつったら。一手だから。裸足じゃん。名前見てもわからないよね。ひときわ豪華な墓標があるじゃないですか。ガブリエル。あら。Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Thomas to Gabi. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Gabi ってすごい名前。ピンク色の球体。いっぱいご飯食べる。それはカービィか。カービィの後をついていくか、ついていかないか。ついていかない。最初に刺されてたのもガビィ？歯抜けてるよ。絶対痛いじゃん。3本。めっちゃ何これ。歯槽膿漏かな。こんなんなるまで放置しちゃダメよ。歯槽膿漏はさ。歯周病かな？絵変わってるね。変わってても、変わってなくても、趣味の悪い絵ですね。トムとジェリーでしか見たことないあんな肉。面白い顔のおじさんと、曇りの日の絵と、この絵好きだな。よくあるな。あ、面白い顔のおじさんの絵が。面白い顔のおじさん、右手に持ってるのドクロじゃないあれ。いい趣味してるの本当に。あ、色ついてないのに調べれんじゃん。え？何？絵って見れんの？っていうことはこうやって見れるのかな。あ、それは見れないんだ。それは見れないんだ。たまたまあのおじさんだけ見れたんだ。ってことは重要なんだ、あのおじさんが。きっと。でも色ついてないじゃん。それ約束と違うじゃん。これまたトムとジェリーでよく出てきそうな地下室への階段ですね。え、こっち真っ暗だよ。え、どっち行こう。こっち行けんのかな。行ける。戻る。いけない。これ待って。ちゃんと音出てんのかな？僕の声聞こえてんのかな？今、自分の実況動画確認してました。聞こえてるね、ちゃんと。大きいぐらいだ。続けます。同じ絵いっぱいある。プリントしたのかな。あえていろいろスルーしてみる。あ、疲れた。なんちゅう鳩時計だ。でもちょっと欲しいな、あれ。お！なんか泣いてるよ。すすり泣く声が聞こえたよ、今。あれ、聞こえなくなっちゃった。誰か通った？特に何もないな、今のところ。いや、あったか、今。あったな。何もなくない。あら、また面白い顔のおじさんの絵あんな。これ見えるのかな？この、見て、この。ほら、いい顔してるわ。君も一杯どうだい？みたいな顔してるな、これ。いいワインが手に入ったんだ。ワインじゃないか。これ、なんだろう、ブランデーかな。いいブランデーが手に入ったんだ。君も一杯どうだい？って言って、返事待ってる時の顔ですね、これ。いい顔してるわ。あ、また石投げられてるおじさんの絵だ。マネキンの頭になんか刺さってるけど。なんだよこれ。網棒かな？いや、いいな。このおじさんもっと出てこないかな。気に入っちゃったな。このおじさんも見れるかな？このおじさんは見れないんだ。この基準は何なんだろう。見れるおじさんと見れない。あ、暗っ。暗いから行かない。赤いろうそく。あ、はいはいはい。これ持って行けってことね。暗いところに。壁紙ドクロだよ、これ。趣味いいね。本当に。あ、なんか書いてる。死んでないこれ。あら、自分じゃん。My God! Why have you? 読めん。何？さきみ？知らない英単語だったな。My God! Why have you? さ、もっと英語勉強しなきゃダメだな。死んでんじゃん、自分。刺されて。手になんか持ってるし。あ、書いてあった。我が神よ。forsakenかな？どうして私を見捨てられたのですか？ My God! Why have you forsaken me? とかそんな感じですかね。知らんけど。後で調べよう。あれ、暗くなってんじゃん。もうさっきまでついてたのに電気。うわ！いた今。なんかさっきから怖いシーンでちょうどよそ見してんな、俺。あ、いた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 。これ、前に進んでいくとちょっとずつこう。ガシャーン！ほら、いた。ほら、近づいてきてるよ。怖くなってきてる、どん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 。いた？今。え？いなくない？いなくなった？怖いのはな、じわじわ怖いのは平気なんですけど、びっくりする系が嫌なんだよな。すごい地味にストレスになっちゃうタイプ。で、ああ、もうやりたくないってなっちゃう。じゃあ、ホラーゲームやるなって。ことなんですけどね。やるならやれ。ほれ。ほれ。これすごいでしょ、これ。手袋。これ。これね。寒い冬、北海道ね。北海道の寒い冬、必需品ですよ、これ。ヒーターがありそう。すごい。まあいいから先進めって話ですよね。さっきの面白い顔のおじさんの絵どこ行ったの？なくなっちゃったじゃん。手紙あるけど、読めないの？この人の顔もな、さっきから気になってんだよな。いい顔してる。う。あれ？こんな人形落ちてたっけ？人形の家だ。なんだっけ、そんな歌あったな。誇りにまみれたみたいな歌ありましたよね。人形みたいみたいな。なんだっけ。子供部屋なのかな。子供部屋にドクロの絵は飾らんよな。この家の構造わかんないよ。どこに出たのこれ。あれ？あ、回ってるな。こういうこと？こういうこと？あんま走れないのね。疲れちゃうから。レンタし、これ、こう、燃やせってできないかな。できないか。木造だったら、扉どころか家全部燃えちゃうもんね。これ下行ってみる？行ってみようかな。恐る。多分さっき来たら暗くて前、何も見えなかったんだよな。斧。斧に持ち帰るの？持ち帰ってどうすんの？暗くなっちゃったじゃん。痛い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 。痛い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 。意味わかんないし。痛いし。なんで斧持ったら自分の静脈取り出すの？意味わかんないし。痛いよ。斧あるし。交互に。なんやねん、もう。斧が使えないの？なんか今言った？なんか、言ったな。こうさ、僕だけこのバスルームで斧持ってる人見たら、こう、ジャック・ニコルソンを思い出すんだよ。僕だけかな。そういうシーンとかない。シャイニング見たくなっちゃうよね。シャイニング。シャイニング、なんだっけ？名台詞。His Journey か。まあいいや。これどん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 後ろに、のあれ消えてってないこれ。あらほら、暗いもん。いいや。これどうせ後ろからなんか来るんでしょ。ん？前から来てる？こっちから音聞こえてきてんの？ズンズンって。何来てんのこれ。ん？あ、こっちから聞こえてきてる？こっち？あ、もうわかんない。こっちか。こっち？こっち？どっち？あれ、いなくなった。ちょっと走ってみるか。斧を持ってるってことは戦うってことだよね。戦うんじゃなくてこれぶっ壊すのかな？シャイニングじゃん。His Journey！ 声裏返っちゃった。このゲーム、今更だけど、あんま実況向きじゃないかも。あ！ガビー死んでんじゃん。これ。ほら。死んでるよ、ガビ。しかも、なんか、ろうそくに囲まれてるし。ああ。めっちゃ目充血してるわ。あ、目覚めるたびにほら、部屋がこう、ちょっと荒れてきてる。なんかそういうのあったな。そういうの知ってるぞ、俺。どっかで見たことあるな。あ、こんばんは。どうも、こんばんは。ありがとうございます。高橋です。今ですね、PS5 でネバーエンディングナイトメアをやってるんですが、全然わからないままやってるんですよね、このゲーム。お！めっちゃひび割れてるよ。私何者かと申しますと、高橋多門というものでして、普段は音楽を作ったり、文章を書いたりしたり、いろいろしているものです。YouTube で高橋多門、もしくは Spotify 等の音楽配信サービスで高橋多門とググってみてください。誰ですかね、この人。絶妙な顔してるな、この人。なんかまた、こう、なんだろう。うん、ここの距離がいいっすよね。ここの。この感じ。なんて言ってんだろう、この人。なんだろうな。何してるとこなのこの人。あれかな。ダメだ。ちょっと言っちゃいけないこと言いそうになったからやめとく。あれ？同じ部屋？あ、ループしてる臭い。でもさっきの、あ、さっきの。ループしてる臭いな。いや、しかしこの壁紙すごいな。趣味がいいよ、本当に。またこの人ね。この人の仕事なんだろう。多分、投資家とかでしょうね、この人は。違うかな？地主かな？なんか不動産関係でも申し付けてそうな感じ。不労所得を得てそうなタイプ。こう遠目で見たらちょっといい男だけど、近くで見たら、ああ、っていうタイプですね。ん？戻ってきた？戻ってきちゃった。戻ってきちゃったな。お、不穏な音が聞こえるぞ。不穏な音が、不穏ってなってるよね。言わなきゃよかった、今の。クソ。あ、なんかこれ、タンス？扉かな？見たことないのか。開けてみよう。ガチャッと。あ、入っちゃった。タンスかな？あ、出てきた。あ、わかった。なんかこの後、多分こっち側行くじゃないですか。そしたら、なんかでっかいモンスターみたいなのが来て、わーって逃げて、ここ入って、やり過ごすみたいな展開がある。でしょ。あるよ。これ僕がゲームデザイナーだったらそうするわ。いや、違うの、こっちかな。下かな。下暗いじゃん、だって絶対。持ってないよ、ろうそく。あ、でも音大きくなってきた。あ、明るかった。なんかこう、なんて言うんだっけ、こういうの。ミュージックボックスじゃなくて。あれの音。オルゴール。あ、顔違う。なんだろう、これ。なんでこんなんなってんの？解体したのかな？家壊したのかな？日本ブレーキ工業。ああ。何もない。今気づいたんですけど、僕、ホラーゲームそんな好きじゃないですね。なんか、今楽しめてない自分に気づいた。ホラー小説とか、ホラー映画とか好きだから、ホラーゲームを好きだと思い込んでたんですけど、よく考えたら確かにホラーゲームって今まで、サイレンぐらいしかクリアしたことないな。違うゲームにしとけよかったって思いつつも、今やっております。高橋たもんです。あー、さっきの人の娘でしょ、これ。なんか、この辺に面影があるよ、さっきの人の。年齢は、4歳。かな。うん。それぐらいしか読み取れるのがない。多分、習い事してますよね。この顔は、そうだな。クモンやってる顔だな。クモンやってて、小学校の時に、あ、そうですね。ホラーゲームの中でも特殊なタイプだと思います。なんかこう、まずできるアクション少ないですよね。それは別に特殊じゃないか。でもこう、まあ、雰囲気も特殊だし、絵自体は怖くないですよね。でも、こう、ムードと世界観で怖がらせに行くタイプなのかな。一定数絶対ファンがいる世界観ですよね、これって。それこそエドワード・ゴーリーとか好きな人は絶対好き。僕はエドワード・ゴーリー好きなので、好きですね。好きだけど、うん。あれ？さっきのだよな、これ。でもさっき、ほら、来たもん、ほら、なんか来たもん、これ。もうなんかもう絶対来たもん、これ。なんだこれ。鼻ピクピクしてるし、何これ。そう来るとは思わんかったわ。もっとなんかもう、うわーみたいな感じで来るかと思った。そうなんだ。うろうろしてるんだ。赤ちゃんの顔してるな。あれ思い出しますね。なんだっけあれ。クロックタワー。クロックタワーだっけスーパーファミコンのやつの、最後こんなん出てきたのを覚えてる。こういうことね。うん、そんなもん、ふんふんみたいな顔してんじゃないよ、主人公も。あ、走ればいいのか。そっか。俺のせいでした。ふふんって顔してんの。いやー。あれ。あ、さっきのところかな。さっきのところの向こう側に出たのかな。いや、この家の構造いまいちよくわからん。また下がってくってことはさっきも下がったのよね。地下2階？そもそもさっきのが3階とかだったのかな？あ。うん。ボロボロになってる。お、音大きくなってきたよ。なんかあんのかな？なんもないのか。あ、音大きい。怖い音が大きいとなんかありそうな気がするのが、ホラーゲームの定石って感じですよね。人形多いな。あ！またさっきのやついんのかな？いない？何この絵。腐った何らかの四足獣ですか？これは。食べ物、後ろにチーズみたいになるけど。あ、またタンスだ。さっきのでっかい赤ちゃんに見つかったらどうなんだろう。ああ、勝手に出てった。このゲームの前、的下下がんの？一番最近やったホラーゲームあれだったんですよね。台湾のゲームの変更って日本語読みですけど、あのゲームは結構好きだったんですよね。でも怖くて最後までやってないんだよな。ホラーゲームを一人でやる気にならなくて、誰かと一緒にこうやってたら、うわーはは、怖え怖えとか言って笑って楽しめるんですけど、一人だとただただ、怖いって感じじゃないですか。このゲームも多分今僕こう、ゲーム実況という形でやってるので、やれてますけど、わーなんか割れた音した。うわー来た来た来たー、おほほほほほ、ちょっと待って。ちょっと待って、これ絶対追いつかれるよ。おお、やり過ごした。あららら。扉を開けることはできないのかな。これ開けたらどうなんだろう。いえ。開けないでおこう。シスターの人形がいるな。祈ってるな。さっきの斧何だったんだ？いつの間にかいなくなってるし、斧。あら、穴開いてるよ。穴だよね、これ。穴だね。ああ今の捕まらないんですね。僕も思いました。今の絶対アウトだろうと思ったんですけど、捕まらなかったけど、床が抜け、床が抜けちゃった。いやー。ね。なんかありがとうございます。見てもらって、コメントまでしてもらって。ありがとうございます。嬉しいなー。床抜けて終わるってあんだな。でも、あれは、なんだろう、ゲームのストーリー上正しいことなのかな？それともミスなのかな？でも、なんか、一見こう、なんていうの、物語、は進んでる感じがするから、あれでよかったのかな。笑ってる。あ、瞬きしたじゃん。そうっすね。床で驚かせるやつなんでしょうね。まんまとやられましたよ。まさかそっち来ると思わなかったもん。お化け出てくるのかなーとか思ったら、床抜けてびっくりする。で、一番びっくりしますよね、床抜けたら。僕もだって、日常生活で何一番びっくりするかなーって今思ってましたけど、トイレ行こうと思って、トイレ行く途中に床抜けたらびっくりしますもんね、一番。一応、前に進んではいるんだな。あ、来たよ、ほら。来た。鼻ピクピクさせてきたよ、これ。青筋すご。あ、匂い嗅いでる。めっちゃ目つけられてるじゃん、これ。どうすんだろう。こっそり後ろついてても。つかず離れずぐらいの距離でついてても。お、はい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 。なるほどね。ちょっとずつ進んでいくんだ、こうやって。おう。あ、考えてる。ちょっと可愛いな。うん、この中かなみたいな感じになって。あれこの辺で匂いするんだけどな。鼻ピクピクさせて。やべやべ、やめてやめてはい。はっはっは。もう一個ある。もう一体いるの？さっきの赤ちゃん。ビッグベイビーが？ダブルビッグベイビーはちょっと厳しいよ。いや、マジそうっすね。ほら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 危ねえうん。行動パターンが変化してる。またガタガタされんのかな？確かにちょっと賢くなってますね。ビッグベイビー。どうすればいいんだ。いや、あの形で赤ちゃん生まれてきたらお母さんどんなんなんだって。この子を育成するゲーム。それはそれでやってみたいし、育成の仕方がだいぶトリッキーなゲームなの。それいいっすね。なるほどね。この子育成するゲームか。あら、血吐いてる。ガビーかな。あ、お、なんで。いや、そりゃそうなるわ。あ、さっきこうやって死んでた、確かに。あら。ちょっとパターン変えてきた。おう。激しいなぁ。これは、なんだろうね、閉鎖病棟的なやつなんだね。壁はふわふわしてるな。これ、防音室なのかな。レコーディングスタジオってこんな感じの壁してますよね。壁がふわふわしてる。開くのかな、これ。あ、開きはしない。あ、勝手に開いた。で、出ちゃうよ。セル1。うん。網走監獄ってこんな感じですよね。精神病院かな的な感じだな。見えない。え、ブロック A セキュリティか。自分が邪魔でゲーム見えないってどうなんでしょうね。入ったんですか、刑務所。あ、僕は入ってないです。刑務所に見学には行ったことありますね。前科ないです。いいな、前科ある状態でゲーム実況をしてみたいですね、僕。ちょっと、今度なんかあったら、入るかもしれない。でも北海道はあれなんですよ。網走刑務所、おお、びっくりした。読んでないよ。My God, why have you for、 あ、さっきのと同じじゃん。うん。網走刑務所は観光スポットなんで。今使われてないですからね。使われてる網走刑務所もありますけど、昔の開拓使の時代に作られたやつは観光スポットなんで。ハイドロセラピー。水療法みたいなこと。排除。和紙とか出てますよね。出てますね。北海道は何でもお土産にしますよ。クリオネのグミとかもありますからね。クリオネを食べるわけじゃないですけど、クリオネを模したグミですけどね。さっきと、こう、お、イエー、なんかいいのかな。おらんのかい。なんか、あれやりたくなってきたな。バットマンのアーカムアサイラムやりたくなってきた。一作目。あれ面白かったんですよね。アーカムシリーズは全部やったな。PS ビータのやつ、アーカムビギンズブラックゲートみたいな、イントゥザブラックゲートだっけ、なんかそんなようなタイトルですけど、あれだけ途中でなんかもういいやと思ってやめちゃったんですけど、バットマンは全部やりましたね。あれ面白かったです。そのぐらいのちょっとこう、おどろおどろしさのゲームが一番いいかもしれない。ホラーじゃないけどちょっと怖いみたいな感じが、好みですね。メタルギアソリッド3の、ザ・ソローのボス戦とか、ああいうのが好きかも。ロック B に来ましたね。いやー。これって一本道じゃないっすよね、きっと。一本道なのかな。ゲームオーバーとかあんのかしら。ゲームオーバーになったら今日はそこまでって感じなんですけどね。クリアしちゃったりして最後まで行って。ソウルシ、あー、ソウルキャリバーとかですか？ソウル、デモンズソウルとかですか？そういうこと？実はやったことないんですよね。やってみようかな。あれ、PS5 でも出ますからね。友達が、あれ、いつだろうな、大学生の時かな。大学の友達、同じ、下宿だった友達がやってて。あ、ダークソウルか。ごめんなさい。ダークソウルはですね、やったことあります。あるんですけど、当時ですね、僕が勤めていた会社の上司たちが、やっていて、ダークソウル。で、僕も誘われて一緒にやってたんですけど、なんかめちゃくちゃ難しいじゃないですか、あれ。それを、なんか、上司たちがやってるのを見たら、はーみたいな、なんでですかね。なんか、あー、そう、みたいな気持ちになっちゃって。お前もやれよって言われたんですけど、お、誰かいるわ。そんな話してる間に。やめてー、ちょっと待って。やめて。なんだ今のは。ダークソウルの話してたら。ダークソウルは死にゲーですよね。死にましたね。またいるわ、これ。これ、あれかな？目見えない系？この人。だから音立てないでゆっくり行ったら、だって目縫われてるもんね。かわいそう。目縫われてるもん。ゆっくり音立てずに行ったら、行けちゃう系かな。だって隠れる場所とかないからそれしかないですよね。おい、ゆっくり行こう。何この音ボケ顔。この、とぼけた顔、ちょっと腹立つな。頭、縫合した後あんな。なんだろう、あれ。ロボトミー手術的なことされたのかな。でも、ロボトミー手術されてるにしては、ちょっと凶暴性は強いですよね、あの人。襲いかかってくるの。ロボトミー手術したらそういうのなくなっちゃうはずだから。いや、そうとも言えないのか、一概に。ああ、ゆっくり行こう。ああ、ゆっくり行こう。よし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 。ああ。今ね、普段はあれやってるんですよ。スパイダーマン。スパイダーマンのマイルズ・モラレスを、PS5 の発売日にですね、同時に買ったんですけど、まだプレイできてません。なぜかというと、デラックスエディションでしたっけ？これ。アルティメイトエディション。これ、PS4 で出た前作のスパイダーマン入ってるじゃないですか。これはダウンロードコンテンツも含めて全部クリアしたんですけど、このアルティメイトエディションを買ってしまったがために、あ、こんばんは。コアラののむのむさん、こんばんは。高橋さんもです。今ですね、ゲームやってます。それ見たらわかるか。ネバーエンディングナイトメアをなぜかこの12月のクソ寒い日にやってます。高橋さんも普段は音楽を作ったりとか、どうしようもない文章を書いたりとか、そんなことを毎日やっている男でございます。よかったらググってみてください。高橋の高ははしご高の高、多聞は多く聞くと書いて多聞と読みます。よろしくお願いします。ってことで、なんだっけ、スパイダーマンをやってるんですけどね、普段は。アルティメイトエディションを買ってしまったがために、こっちもやらなきゃもったいないなっていう気持ちになって、ずーっとそっちをやっていて、一回もクリアしたことあるのに、もうなんか、なぜかトロフィーも全部集めようぐらいの気持ちになってて、全然新作できてないんですよね。僕、そういうところあるんだよな、いつも。今、音？目の見えない。ちょっとこの目と頭からですね、目と頭頂部から血を流した危ない男から逃げております。逃げてはいない。隠れてこそこそと、この精神病院的なところを探索しております。こいつは多分、音を立てたら襲いかかってくるんですよね。なので、ゆっくりと、とぼけた顔をしながら、僕知りませんよみたいな顔をしながら、今歩いてるところです。ゆっくりゆっくり、ゆっくりと歩いております。とぼけた顔をして、はい、すれ違います。はい、すれ違いました。はい、すれ違いました。おっと！はい、走らないように行きます。前作のダウンロードコンテンツの延長くらいにか、そんな感じなんすか。なるほど。なるほど。じゃあ、やっぱ、あれですね。今僕、前作からやってますけど、それで合ってますね、きっと。新作だけ急にやっちゃったら、あれ短いねーで終わっちゃうのかな。もう一人いた。しかもなんか、さっきのよりでかい気がするけど、それは位置の問題か。おいし。ちなみに今僕このゲームもう全く初見で何の前情報もなく、なんか雰囲気が面白いらしいっていう情報だけでやってます。なので、マジでこのおっさんからの逃げ方とかも合ってるのかどうか。はい、やり過ごしました。なんかさっきのとこよりもちょっとゲームっぽくなってきましたね。ダイニングホールですって。口乾くな。ちょっと水分補給しよう。こちら北海道ですので、部屋の中ですけど手袋してます。北海道は今多分マイナス、何度なんだろう。アレクサ、今何度？0度ですって。マイナス3度まで冷え込むそうです。今晩。それでもまあまだ暖かい方かな。マイナス3度。この季節の北海道だと。気をつけてください。ありがとうございます。そうですね、本当に。コアラののむさんも気をつけてください。北海道は25日まで、あと3日間ですね。外出極力しないでくれっていう風に言われておりまして、我慢してます、いろいろ。本当は髪も切りに行きたいし、友達とラーメン食べに行きたいんですけど、ずーっと我慢している感じですね。もういいのか、ゆっくり歩かなくて。凄惨ですなぁ。これ、ダイニングホールの何の部屋なのかわかんないけど、めっちゃ血まみれじゃん。何したらこうなんの？マグロ切って手洗わないで部屋の中触りまくったんか。血まみれといえば、僕も今朝朝起きたら乾燥で鼻血出てて血まみれでしたね。とぼけた顔しよう。ここまで来たからな、ここで捕まっちゃって、また戻されるの嫌だしな。さっきみたいに急に床抜けて戻されたら怒るけど。でかくない？この人。思ってたよりでかいな。ガビーどこ行った？ガビー。ガブリエルだからガビーなのかな。おっと？うん。やってること自体はめちゃくちゃ固定。お、そういう移動が入るんだ。そういう移動が入るんだ。やってることはめちゃくちゃ古典的ですよね。ゆっくり歩いて逃げる。それだけ。おっと、近づいてきたぞ。おっと。なんだっけ、クイックスってあったじゃないですか、ゲームボーイのゲームで。目の錯覚でなく、マジででかい。マジででかいんだ。なるほど。こっちでいいんだよな。いいんだよな。寒い。それでも今、室温は17度まで上がったのか。上がりました。電気ストーブが頑張ってます。室温17度。こんなに血出たら死んじゃうよ。シャワー、寒すぎ。いや、寒すぎですよね。寒いんですよ。12月だからしょうがないのかなって思うんですけど、寒いっすよね。今日は雪降ってんのかな。でも今年、お、シャワーからチーズ取るわ。僕が住んでる札幌市は雪がめちゃくちゃ少ないです、今年。毎年だったらもうこんな積もってる。それは嘘ですけどね。体感。このぐらい積もってるのに、今年もこのぐらいですもん、積もってる。全然、これから来るんだろうなーって思ったら、楽観視はできないですけどね。手落ちてないよ、これ。去年は異常に雪降らなかった。あ、そちらも雪が降る地域、もしかして北海道、もしくは豪雪地帯なんですかね。この時期に東京とか行ったら毎年びっくりするんですよね。あれ雪ないじゃんみたいになるんですけど。あれは、笑われる。あ、東北なんですね。東北も雪すごいですよね。東北は多分、場所によっては北海道以上ですよね。雪って。テレビとか見てたら思います。北海道より降ってんじゃんって。大変ですね。お互い寒い地域で大変ですね。風邪ひかないように気をつけましょう。今年は、風邪だけじゃないですからね。めっちゃ死んでるな。めっちゃ死んでるし、そのうち、半分ぐらいの人首ないし。どうやったらこんなになるんだ。どうやって行けばいいのこれ。こういうこと？お！おー！おー！あー、怖い。よし。さっき、あれか。ここの、これ、覗いたときに、うわーんってなったのって、今、シーシー言ってる人なのかな。こういうこと?こういうこと?で、ここの凹んでるとこに入る?スッと。はい。あ、どうぞどうぞ。はい。失礼します。だいぶ、人たちの扱い方もわかるようになってきましたね。しかし景色が、風景が全く変わり映えしないな。お、なんか言ってる。ファインか。なんつったんだろう。あら、暴れとるね。めっちゃ血出てるじゃん。死んじゃうって、あんな血出たら。このクソ寒い時期にこういう怖いゲームやるのってどうなのかなーって思ってはいるんですけどね。僕、調べたんですけど前。あれらしいですね。夏に怖い話ってあれらしいですよ。何回あれって言うんだ。日本だけなんですって、夏に怖い話っていう。夏だから涼しくなろうぜ。納涼みたいなのって日本だけらしくて。海外は別に、もう秋であろうが夏であろうが冬であろうが、怖い話やるし、怖い映画もやるしみたいな感じらしいです。まあだからあれなんだなって、海外の映画って、ホラー映画って季節関係なくやるじゃないですか。日本って夏休みばっかりやるから、ホラー映画って。すべては。Everything is a... なんて書いてんだ。らしいですよ。っていう、豆知識でございました。あ、またいた。もうなんか、何の感情もなくいけるのかな、こいつに会っても。え?危ねえ。ガラスいっぱいあんじゃん。これ、絶対足痛いし、音鳴らして、こいつシーシー言いながら追っかけてくるやつだよな。これどうすればいいのこれ。ああ、バレたー。もう。冬に似合いそうなホラーゲーム。確かに。そうっすね。なんかこう、このゲームの色合いがまたそうさせてるのかもしれないですね。黒っぽいホラーじゃなくて白っぽいホラーですもんね。あと、絵柄もなんか絵本みたいだし。そう言われてみたら、白と赤でめっちゃクリスマスカラーだし。これどうすればいいんだろう?絶対痛いしな、このまま当たったら。あいつが離れた時に行ってみるかな。おっと?このとぼけ面。とぼけ面いいね。いいとぼけ面してますね、こいつ。これね、絶対足痛いじゃん。音鳴るとかそれ以前に行きたくないよ。走れ!走れ!走る!走りますか、じゃあ。あいつがあっち行った時に走ってみるかな。走りますよ。ほっ!あ、痛い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 !ああ、そんなあ、いいのか、これで。それはひどい。いや、ひどいな。話聞いてなかった。ドクター・スミス?人違いですって。妹じゃない。精神病棟に長期入院中です。僕はなぜだと思います?わからない。今日はここまでにしましょう。退出してください。ああ。なんだ、あれでよかったんだ。アドバイスありがとうございました。またいい顔してるな、この人も。この人はなんだろうな。テレビのコメンテーターとして活躍してる弁護士の顔ですね、これは。もともとあれじゃないですか、きっと行列のできる法律相談所とかに出てて、そこからこうちょっとずつ知名度を上げてって、今はこうお昼のワイドショーのコメンテーターやってる弁護士の顔。なるほど。走っちゃってよかったんだ。でも痛そうだったな。あ、また下いっぱいあるし。スミスさん普通に仕事してるけど、これ職場環境劣悪だと大丈夫なのか。めっちゃ死体あるし。精神病棟の人。北村さん。そういう感じの人ですよね。北村弁護士ってなんか僕好きなんですよね。なんでなんだろう。これはどうしたらいいんだろう。離れてくれないな。こっち？こっちかな？こっちから行けんのか。ああ、すいません。ごめんなさい。一応なんかこう、あれなんだ、オートセーブみたいな感じになってんだ、このゲーム。安心した。あ、今回出る。ああ、またか。あれはい。どうしたらいいんでしょうか。あ、わかった。こうでしょ。ほら、あれ違った。なんか音で引き寄せる的なやつかと思ったんですけど、ただ足痛かっただけですね、今のじゃ。なんだろうな。どうすんだろう。どうすんだろうな。考えろ、考えろ、高橋多門、考えろ。考えろ。普通に行ってみようかな。あー、バレた。あー、バレた。一番近い空き部屋から再スタートできるのは確かにいいですね。これ最初からだったらちょっとどうしようかなって思ってましたけど。でも今の状況もだいぶどうしようかななんですけどね。これ。どうしたらいいんだろう。頭使うとこですね。頭を使う。どうすればいいんだろうな。ドナーして最初の部屋を戻るとかです。あ、なるほど。おっ、よし、よしよしよし。おっとちょっとその作戦やってみましょうか。痛いよ、痛い。外に変な人がいっぱいいるんです。死体もいっぱいあるし、なんとかしてくださいよ。だから自分の仕事しかしないタイプの人ですね、この人。で、出てみる。あれ、ダメだな。どうすんだろう。攻撃ができないからな、こちらからは。後ろついてってみようかな。こっそり。おーっと。あー！わかんねえ。本気でいろいろやってみますか？今までが本気じゃなかったみたいな言い方しましたけど、今までも十分本気だったんですけどね。痛い退出してくださいじゃねえよ、本当に。本当に。教えてくれ。もうスミス盾にしましょう。本当その通り。スミスさん呼んできてさ、なんとかしてほしいよ、この人。My God, why have you forsaken me? 発音が正しいのかはわかんないですけど。これしか手がかりがないんだよな。手がかりとは言えん、これは。どうすればいいんだろう。締め殺すとかあればいいのにな。スニーキングキルとかできればいいのに。ああ！ちょっともう、あれやってみますか。走って逃げてみようかな。ギリギリまで近づいて。あ、痛い！ああ、もう。ほんと、スミスさん、なんとかしてよ。仕事じゃないの、これもあなたの。多分、この中だったら僕、割といい方の患者だと思うんですけど。なんとかしなきゃいけない患者さん、もっといっぱいいませんか、ここ。はぁもう。なんかを見落としてるのかな。この人の顔じゃないよな。はぁ。何かを見落としてる？いや、そんなに複雑なゲームじゃない気がするな、このゲーム。わからん。こうなり始めるとゲームって面白くないんですよね。で、こうなるじゃないですか。次どうするかって言ったら、ググって攻略法を見るじゃないですか。ってなるともう、ああ、ググって攻略法を見ればクリアできるんだよなーって体が覚えちゃって、わかんなくなったらすぐググる癖がついちゃうんですよね。で、クリアしちゃうと。あんま良くないんですよね、それ。だから、なるべくこのまま行きたい。随分近くにいるの。え、ほんとどうすんだろう？この下の山とか登れないのかな？もういっそ。ここにいて、こいつに触れたらどうなるんだろう。あ、まあ、そうなりますよね。知ってます。マジでこれは、ドツボハマった系かな。1時間だけやろうとか思ったんですけど、もう1時間半経ってますからね。これ今の僕の気持ちですね。本当に。え、どうすんの？あー、気づかれた。あー、気づかれた。ああ、気づかれた。どっちにしてもこの部屋戻るんだったら逃げなくてもいいかな。ええー、わからない。これが絶対なんかなんですよね。これが絶対なんか。もしかしたらあいつもガラス踏んだら痛いとかあんのかな？おびき寄せるとかできる？これ。あ、痛い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 。お前もガラス踏め。あ、痛くないんだ。そうだよな。目と頭から血流してるのに平気そうな顔して歩いてるもんな。痛くないよ、そりゃ。あれ？いない。そうなんですよ。あれ？なんで？いけたじゃん、普通に。なんだったんだい、今までのは。普通にいけたじゃないか。もやもやするな。攻略したと言っていいのかわかんないし、ここで見つかっちゃったらまた先に戻ると思ったら絶対ミスできないですよね、これ。え？いけたな。何だったんだろう。今、苦しんでたの。まあいいや、いけたから。あら、血落ちてきてる。Dreams are the enemy of the guilty. ですって。血降ってきてるな。Everything is a lie. 何も書いてない。血降ってきてるだけだった、この部屋。あ、EXIT。英語で。あら、随分引きになりましたね、カメラが。ウィーンと。デアリクアイツアサイラム。って書いてる。え、この先どうなってんの？おーおー、落ちる。あら、こっち行けばいいのか。びっくりした。おっと、おい、スミス、おい。なんちゅうことをしてくれんの。お？What are you talking about? I'm your wife. But I. You don't even have a sister. I thought. I'm worried about you. Why don't you get a glass of milk to calm your nerves? Okay. Okay, じゃないよ。とにかく進んでよかったですね。先に。このままずーっとあそこだったらどうしようかなと思ったんですけど。まあまあまあ、何より、よかった。進んで。ガビーが、妻じゃなくて、あ、違う。妹じゃなくて妻になってた。さっきは、スミスになってた。スミスかと思ったら、妻だった。意味わからん。あ、でも、everything is a lie って書いてましたからね。すべては嘘ですからね。なんか、さっきみたいな、あれがないかと思うと、あ！もっと嬉しそうな顔しろよ、結婚写真ならさ。なんちゅう顔してんの？最初の家ですね、どうやら。牛乳飲むのにどんだけ遠いんだよ、キッチン。いや、読めないし。いや、わかった。これ、聖書ですね。これは。多分。聖書なんだ。ね、家族写真も、そうですね。あの顔はちょっと聖書に何の意味があるんでしょうかね。聖書なのかな、そもそも。知らない。そう、最初は家族写真だったんですよね。あれが。で、妹がいて、お父さんお母さんがいてみたいな写真だったはず。それがガシャンって落ちたのは覚えてます。で、今度は、それが奥さんとの写真になってたというわけですよね。あのでっかい赤ちゃんもなんか関係あんだよな、きっと。多分ですけど、このゲームは、最後までやっても、もやもやしたまま終わるゲームだと思うんですよね、僕。きっと。で、もやもやして、クリアした後に、ネバーエンディングナイトメアで、Google で打ったら、検索候補に考察って出てくるタイプのゲームだと思います。お！あ、鋭いよかった。そういうゲームなんですね、やっぱり。これは首くくる前の人間の絵かな？あ、ようやくキッチン的なとこにたどり着いたなあ。ミルク。お行儀悪。ターキーにナイフぶっ刺したまま。じゃん。行儀悪いわ、さすがに。見えない。あれ？キッチン通り過ぎた。あ、なるほど。食料を保存してる部屋ですね、これ。飲むの早っ。ストーブ、熱くなってきたな。一回消すかな。なんかガシャンって言った。このヘッドホンの性能良すぎて、ゲームの音なのか現実の音なのかわかんないです。牛乳って実際ストレスにいいんですかね。じゃあ、的を得てるわけですね、このゲームは。あれ、戻ってきちゃった？こっちだっけ？お、人形ある。さっきなかったのに。あれ？なかったかな？うん、なかったと思うんだけど。牛乳飲みたくなってきたな。ストレス感じてるところかな。なんかサーサー音聞こえる。僕さっきからこうやってやってますけど、これやっても意味ないんだよな、ヘッドホンだから。何やってんだ。ベアスルームですね、ここは。あ、なんか聞こえた。前ゲーム、ホラーゲームで、なんだっけ、赤いリボンっていうゲームやったんですよね。今年の、カルシウム欲してますね。ストレス感じてるかな。あれ戻ってきたのかな？赤いリボンっていうゲームやったんですけど、多分僕の、チャンネルにあるんですけど、その動画。あのゲーム、なんか面白かったんですよね、すごく。何がしたいのかよくわからないゲーム。最初から最後まで。友達が RPG 作るで作ったゲームみたいな感じですごい楽しかったんですよね、あれ。もう一回やりたいな、赤いリボン。あれ？ループしてる？そんな話してたらループしてる？あ、これループしてるわ。やられたな。なんかどっかで間違ったのか。あ、ループしとる。スーパーマリオ RPG か。迷いの森だっけ。でれれれてって、あ、ループじゃない。てて、バスルームに戻ってきた。あれ？どういうこと？いや、戻ったらなんかある系かな。戻って、だけど何もないけい。ん？お？いいのかこれで。え？いいのかな？いいのかな？水を一杯。わからない。あ、新顔ですな。迷いの森は意味なしゴールがあってなんだかな。よかった。伝わっててよかったです。あれ。この人は、あれですね。今から20年前は、そこそこイケメン俳優としてやっていた。けど、今はあまりテレビ出てなくて、あの人は今みたいなのに出てきたら、今は、ロケバスの運転手してる人。これいるのかな？僕のこの、まあ、この人は、これの人みたいな、勝手な偏見のやついらないかな。おっと！熊じゃん。北海道人は熊が怖いんですよ。どこの人も怖いと思うんですけど、北海道人は人一倍熊が怖いです。びっくりさせんなって。普通に札幌市内も熊出ますからね。僕は幸い遭遇したことないですけど、南区の方とかだとしょっちゅう集団下校とかしてますもん。熊出たって言って。僕は幸い熊に遭遇したことはないって言いましたけど、それは嘘でした。遭遇したことはありますね。車乗ってる時ですけど。釧路の方、仕事でハイエース乗ってたら、子熊が目の前歩いてましたね。子熊がいるってことは、すぐ近くに親熊がいるっていうことなんで、危険なんですよね。なんだこれ。なんだ。なんかいるじゃん、絶対。これなんか引きずってるやつじゃん、これ。金属引きずってる音したもん、今。どうしたらいいんだ、これ。怖くて戻れないんだけど。絶対金属引きずってた、今。ナタみたいなやつ持ってるよ、絶対。日暮らしかよ。こっち行ってみる？どん詰まり。違ったよ。こっちじゃないか。ナタ。どこ行かなきゃダメ？あれ、日暮らしでナタ持ってたのって誰だっけ？いやー、年取ったな。名前が出てこないな。なんだっけ？あの人。あの人じゃん。レナだ。優遇レナだ。ようやく出てきた。優遇レナって当時から思ったんですけど、すごい言いづらいっすよね。名前。自己紹介で毎回、あーってなりそう。あれ、いなくなってる。正しかったのかな？あの対処方法。なんか。ディズニーランドにこういうのありますよね。何の生き物なんだこの可愛い顔の生き物、これ。ライオンかな？あら？こっちじゃない気がするな。あっちだな、きっと。こいつ運動不足すぎるんじゃないかな。ちょっと走っただけですぐ息切れる。まあでも実際僕もそんなもんかもしんないな。あ、歯じゃなかった。さっき歯だったんですよね。だから、歯磨きで歯3本抜けるってちょっと、40秒はひどすぎるだろうと思ったんですけど。あ、全速持ち。あ、そういう設定なんですね。それは、失礼しました、この主人公。詮索持ちの人に運動しろっていうのちょっとかわいそうだな。詮索持ちなんだ。なるほどね。あれ持っとかなきゃダメですよね。吸引器。僕は鼻炎持ちなので、鼻にぶっ刺すタイプの吸入器どっちだっけ？使ってますけどね。毎朝鼻にぶっ刺して、2発やってます。あ、またこれまたあれですね、癖の強い絵飾ってるな。赤ちゃんと、なんだこれ。主人公4歩走るとバテます。ちょっとやってみますか。1、2、3、4。暴れた。うん、結構頑張ったんじゃない今。でも確かにさっきはすぐバテたな、4歩で。なんで今ちょっと頑張っちゃったんだ。そういう時頑張らなくていいんだよ、お前。全速持ちなんだ。その設定は、このゲームやって、ああ、またいるわ、ほら。竜宮レナ的な何かがいますよ、これ。見えるのかな、こうやってやったら。うわ、うわ、怖い。目から血出てんじゃん。さっきはうまくやり過ごしたんだけどな。どうやってやり過ごしたんだろう、さっき。一回やられてみる。この主人公4歩走るとバテて、今のところあんま走んなくてもクリアできてるから、走るというコマンドなくてもいいのでは？あれいなくなってる。対処方法がよくわからん。そして今自分がどこに向かってるのかもわからん。うわ！なんだよ！やめろって。序盤の斧あれば武器になる。本当はその通りですよ。斧持っとけって。あと、ろうそく、最初、ろうそく持ってて、斧取るときろうそくを下ろしたんですよね。両方持ってろよって思いました、すごく。暗い部屋で斧振り回したくないじゃん。だって。一応12時まで、配信しようかなーって思ってたんですよね。でも、そこまでいかないかもしれないと思ったら、もう、あと13分で12時なんですね。びっくり。ほんと両方持ったようなんですよ。左手空いてるじゃんって。持てるじゃん、全然。あ、バテてる。バテてる顔してる。あ、なんか音が変わったな。微妙に。あ、いる。こいつやり過ごす方法がわからない。視界から消したらいなくなるとか。あ、いなくなった。何なんだろう、あいつ。いなくなったな。これって、ちょっとすいませんね。セーブとかあんのかな？あ、セーブしてやめるあるんだ。なるほど。へいへい。これはもう何部屋なのかわからないな。うろうろしすぎて。今、どこの何部屋なんだよ、これ。後ろにニンニクいっぱいあるから、キッチンに戻ってきたの？左に進めばいいのか、右に進めばいいのかもわからない。あ、バテてる。ああ！どんな顔してんだろう。で、何持ってんだろう。勝手に、なたって、お、こっちにもいるし。やばいよ、挟まれちゃった。いなくなってる。都合いいな。ストーブつけよう。すぐ寒くなるから。あら！消えちゃった！なんか真っ暗な画面に僕だけ映ってるみたいなことになってません？これ。今。なってますよね。え？同棲中年。うっすら見えるけど。うっすら。うっすら見える、うっすら見た結果何がわかるかというと、真っ暗なのにどうやら手にはまだろうそく持ってるな、こいつ。もう持たなくていいよ、消えたんだから。置いていいよ。何これ、どうすんの？僕だけっすよね、今映ってんの。真っ暗の中に。片手でできるゲーム。お！なんか見え、なんか見えたね。なんか見えました、今。なんかあんま良くないものが見えたと思うんですけど、僕、さっきからそうなんですけど、怖いもの見てないんですよね。怖いもの見てるときどうでもいい話を大体してて、よそ見してるんですよ。もう一回なってくんないかな。見てなかったな、完全に。なんか、女の人がいっぱい、なんか、潰されてたのかな？そんなようなのが見えたような、なんかそんなような感じ。いる。レナがいる。嘘だ、嘘だ、言いながら近づいてきてますね。日暮ってあれ何年なんだ？2000年代後半ですよね。僕がまだ、高校生だったんじゃないかな。うん、高校生だったな、確か。精神病院だし、さっきのやついるし。もう。さっきの人いたよね、今ね。これ、もうクライマックスなのかな、もしかして。まとめに来てる今。で、左から右にずっと歩いてるんだけど、それ、あら分娩室だったね、多分。血まみれだったけど。ガビー？逃げれない。あ、痛い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 。ダメだって、そういうことしたら、バカ。痛いって。痛い痛い痛い。もう、痛いよー。痛いって。痛いことしちゃダメよ。最初の玄関にあった、そう、ひき肉は指だったんですね、こいつの。痛かったね。うちにもひき肉作るやつあるんですけどね。こうやってぐるぐる回して。ああいう仕組みじゃないから僕は指はああならない。うちのやつはなんかこう、押し出すタイプ。でもね、あれ使うと、詰まるんですよ。スマートスピーカーが反応したけど、何のワードに反応したのかがわからない。あれ使うとか。あれ使うとで反応したんだ。あれ使うとに反応して、アレクサが。あと6分で12時なんですよね。12時になったら、今日は一体、こっから恐怖の BGM タイム。こっから今やめようと思ったのに。あと6分でやめますって言おうと思ったとこでした。こっからなんだ。ループしてるし。ほんとだ。チントンシャン、チンみたいな音がしますね。あ。電気椅子にくくりつけられてるのかな、このおじさんが。あ、さっきの死にかけてたおじさん完全に死んじゃってるじゃない。椅子倒して。入った方がいいかな、入ってみる。ボスベイビー来るのかもしれないですね。ボスベイビーが。この人は、なんだろうな。いるな、この人。でもこの人の顔に答えてるうちに12時になっちゃうからやめよう。でもいるよな、あの顔の人。あれだ。ミニバスやってる男の子のお母さんの顔。変な音楽。ポン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 。あ、家なくなってるよ。死んでるよ。これ、どれだこれか。まあいいや。死んでんじゃん、ガビー。それはスルーするのかよ。それは、スルーするんだ。おう、ガビよーとかならないんだ。もう、近くで死んでるよ。スルーするんだね。白雪姫に出てくる森みたいな。まあそういう感じですね。あのね、ディズニーのやつ、ちっちゃい頃怖かったですよね。あの白雪姫の森のシーンって。ちっちゃい頃怖かったって言うんですけど、僕去年かな、一人で夜見たんですよね、白雪姫。普通に怖かったんですよ、あのシーン。あら、洞窟だ。家かい。今でも怖い。今でも怖いです。僕的に一番おすすめのディズニーの怖い系のアニメで言うとあれですね。イカボード先生の怖い森の夜だっけ？3D ホローのアニメが一番僕好きですね。怖いんだか怖くないんだかわかんないけど、ラストが救いがない感じがすごい好きなんで。見てみてください。ディズニープラスで見れます。イカボード先生の怖い森の夜だったかな。イカボード先生とトウドシっていうやつに入ってるはず。主人公の顔が全くあれなんですよね。応援したくなくなるような顔してるんですよ。ぜひ見てほしい。痛い。痛いの嫌なんだよ、もう。しかも、ただ痛いだけじゃん、今の。ゲーム的に何かギミックがあるとかじゃなくて。嫌だね。すごい蜘蛛の巣に引っかかった人形ですな、これ。どうやったらこんな蜘蛛の巣の張り方するの？いや、本当に。このゲーム、黒と赤しかないですよ。これちょっと、なんか、この人たちの顔何なんだろう、これ。これはさっきの人の旦那さんかな。なんだろう、違うな。近所のスーパーの、ご意見をお聞かせくださいって書いてるとこに貼ってる店長の顔みたいな顔ですね。本当にでかいんだ、こいつ。すごいでかいじゃん。お前がいる場所ないんだよ、ここは。お前の場所に戻れ。よく見たらほっぺたも怪我してんじゃん。怪我じゃないのか。手術の後なのかな。そこから何を取ったんだろう、この人。歯かな。でも歯で攻撃してくるから歯じゃないよね。何抜くんだ、そこから。奥歯？親知らず取ったのかな、もしかして。外から？随分乱暴な歯医者さんだよな。まだ下下がんの？地下何階まであんだよ、ここ。新宿駅ってそんな感じでしたっけ？あんま東京いたことないかわかんないですけど。新宿だったかな？どんだけ下がるのって思った駅。カレンマリギルゲンバッハって読むの？イアン・クラ、読めない。読めないんだよ。レン・ウッド・スミス。マリア・リン、マーセルスコ・ヘン、うわ！どうやったらそんなになるんですか？泣いてる。どっから降ってくんの？どこから落ちてくるの？それ。無視すんな。わ、本当に。ごめんなさい。僕のせいなんですよ。こいつが無視してるのは。僕が止まって、うろたえてる感じすれば、こいつはうろたえてくれるんですけど、多分。なんか進んでんだか進んでないんだかわかんないな。手応えが全くない、このゲーム。モインって言った。音大きくなってるね。回転数のおかしいレコードみたいな音がする。臭い部屋行った。本当そう。手応えがないです。唯一の楽しみといえば、こういう、この顔のおじさんを見ることだけが楽しみ。この人のヒゲはどうなってるんだ？どうやったらそのヒゲになるんだ？なんか何かに例えることもできないな。あの人は。ああいう人としか言えない顔をしてる。お酒を楽しそうに、いやらしい笑顔で飲んでる人としか例えれない。なんか想像してたのよりもっとごつい武器持ってたわ、こいつ。目から血出てるし、口裂けてるし。ついてくるんだけど。消えてるかな。画面から一回こう、出たら消えてるって。睨む少女の写真は、確かに。そして僕はそれになぜか一度も言及してないですね。確かにさっきから。こういう顔でガンつけてる女の子の写真はいっぱいありますね。進んではいるんだな、確実に。あ、精神病院になっちゃったよ、また。また精神病院？またあいついんだ、じゃあ。俺、あいつ嫌いだな。あったら噛んでくるから。あ、ドクターズオフィスですって。スミス先生いるのかな？スミス先生、いないんじゃん。なんだよ。ストレージ、倉庫か。こいつ、どうでもいいけどずっとパジャマだな、最初から最後まで。うわ、うわー、やめてくれー、うわー、あ、危なかった危なかった。うん、今初めてこのゲームで走るっていうのの重要さになんか思い知らされた感じがします。走るコマンド必要だったんだって。なんかごちゃごちゃになってますね、もう。精神病院なのか、この人の家、まあそもそもこの人の家なのかどうかもわかんないけど、なのかが。ごちゃごちゃになってる。これもしかしてもうすぐクリアできるのかなあ、また言いましたね、女の子。楽しくなさそうな顔で。まあでも、集合写真の時って子供って大体こういう顔してますよね。そうそうそう。僕の友達で、ゲーム実況をそいつもやってるんですけど、ザルティス橋本っていうのがいて、小学校の頃からずっと一緒なんですけど、そいつは集合写真の時に必ずめっちゃ笑顔で写ってるんですよね。もう信じられないぐらいの笑顔で写ってて、見てほしいなーっていうどうでもいい話ですね、これ。それを。そもそも僕のことも初めての人、ザルティス橋本って誰って、知らない人の知らない友達の話なら聞きたくないですよ。まあでも、ザルティス橋本っていう強烈な男がいるので、もしよかったらググってみてください。YouTube チャンネルやってるんで、あいつ。あれ、ループしてる？ループしてる。人形増えてるわ。どんどん。食べてない？すごい、一生懸命、小腸みたいなの食べてるね。めっちゃ一生懸命。あ、ループ終わった。これまた床抜けんじゃないの？人形の手いっぱい入ってるけど。気持ち悪いな、なんか。あれみたい。スーパーマリオワールドのなんか黒いちっちゃいパックンフラワーみたいのいっぱいいて、あれスーパーマリオワールドじゃないや。あ、痛い落ちた。あれ、マリオブラザーズ3かな？ 3 だな。長靴履いて逃げるっていうか通るところ。内臓いっぱい落ちてるし。あっちこっち内臓落ちてるよ。ホルモン焼き屋さんかな？顔ついてない？これ。首ぶっ刺さってんじゃん。えぐいっていうか反応せよ、お前。なんだっけ？トーマスだっけ？機関車みたいな名前しやがって。疲れたなぁ。嫌な感じの疲れ方しますね、こう。あれ？間違った。こうか。うん。甘いものが食べたくなるなぁ。これ終わったら甘いもの食べよう。あ、縛られてる。吊るされてる。血抜かれとるんか？これ。なんか、本当は怖いクリム童話みたいな感じですよね。昔流行ったやつ。今の若い人知らないんじゃないのそれ。あ、カメラが引きになった。分かった、さっきからなんか、ウェイカー、ウェイカーって言ってんの。ウェイクアップって言ってんだ。起きろ、起きろって言ってんだ。これきっと。って言いもうですね。Now wake up people, yo! って言ってるんですよ。秘密は巨大なパワーって。はい。長い。過去一長い階段を下っております、今。階段を下った先が真っ赤だぞ。なんだろう、これ。内臓？去年僕、目の検査したんですけど、その時の写真こんな感じでしたね。あららら。いやいや、火作って。お？ Dear Thomas. Dear Thomas. I'm leaving you. I'm leaving you. I'm sorry. I'm sorry. You can't talk me out of it. You can't talk me about it. なんか言った？わかんない。もう聞き取れない。Losing our daughter was hard on me too. Yet I'm trying to move on. Your life didn't end, so why can't you live it? I hope you can get past this tragedy eventually. I really. 娘死んだの？ I guess this is goodbye. Love. ガビだ。娘が死んだのか。え？終わった？終わったの？これは、ネバーエンディングナイトメア考察ですね。なるほど。なるほど。このエンドロールの間にちょっと考えてみようかな。ガビは、最初主人公は寝てて、一人で寝てて、で、なんだっけ？もう覚えてねえな。あ、違う違う。最初妹、違う、女の人が刺されてるので始まったんだ、このゲームが。刺したのかな？自分が刺したみたいな目線で始まって、で、その女の人が後で妹だ、みたいになって、家族写真があって、妹だーってなるでしょ？で、その次精神病院入って、あなたはずっとここにいるって言われる。あなたはもう重篤な精神病患者よって言われた。で、その先生が妹に似てて、ガビじゃないの？みたいな。え、スミスって誰？みたいになってたね。で、その後なんだっけ？じゃなくて奥さんだったって。妹なんかいなかったじゃない？みたいな感じだったんですよね。で、その後なんだっけ？で、そうだ。最後、娘を失うのは辛かったけど、あなたの元を離れるわ。あなたなら乗り越えれるわ。みたいな感じ。まあまあまあ、ありがちな解釈をすると、あれですよね。最初赤ちゃん出てきたから、で最後なんか内臓でしょ？で、分娩台みたいなシーンもあったから、まあ、よくある解釈をすると、あれですよね。あの赤ちゃんは子供を失ったことのメタファーというか、分娩台で血を流してたのは死産を、なんかこう示唆させてるのかなって思いつつ、でも、娘、最後の後ろにあった絵、あ、まだ続くんだ。今まだ考察してたんだけど。最初の女の子、ガビじゃないんだのかな。娘なんかな？あ、まあ。とりあえず区切りがいいとこまで行った。じゃないですかね。はい。どうでしたか？僕はですね、なんだかよくわからないというのが正直なところです。まあ面白かったですけどね。今日はじゃあこの辺で終わります。高橋尚音でした。チャンネル登録してもらえると嬉しいなって思います。コメントいっぱいもらえて楽しかったです。なんか一人でコーラゲームやるの嫌だなーって言ってたそばからこうやってコメントいっぱいもらえたんで、一人でやってる感じしなくてめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ、皆さんも風邪には気をつけて、おやすみなさい。Twitter もチェックしてみてね。どうやって終わるんだっけ？ブロードキャストって。これで終わるのか。さよなら。